富山県富山市で社歴としては107年なんですけれども、まあ、父の代からやってきて区人形をやってますけれども、現在はダスキンさんの協力工場、また大手リネン会社の協力工場としてやっております、日の出屋クリーニングといいます。よろしくお願いします。実はそのクリーニング屋さんというのはボイラーが命なので、そのボイラーをちょくちょくこうパンクするんですよね。それでそういう状態が続いて、そのボイラーの1基が5年ほどで詰まってしまって、もうこれダメだよと、まあ、ボイラーさんが言われたんですよね。そしていや弱ったと、他のボイラーももう一緒に買えなあかんと、10万20万で買えるもんでもないし弱ったなということで思っとったところ、まあ、私 の, 妻の友達が UG 成分を紹介してくれたんです。それでその UG 成分をそのボイラー の, 使う水に入れたらどうやということで、思い切ってボイラーを一気に買うつもりでその入れたんですよ。それがその、まあ、功を奏したといいますか、ボイラーのブローをするときにバルブがこうガリ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 と言うんですよね。どうしてそんなにガリガリと言うんだろうと思って、バブルの前のところを開いてみたら、石ころがこんなような石ころがどんどん出てくるんですよ。多分最初はこうこの白い、まあ、これが出てきたやつですけども、白い4つと表面これちょっと赤茶色になっていると。で、まあ、多分白いのはカルシウム成分とかが水の中に入ったものがついてたんだと思うんですけど、表層は多分鉄成分がついてるってことになると思うんです。で、最初こういうカルシウム成分とかついてたのが、まあ、乳児成分を使った後に、まあ、こういう赤茶色のものを付着して、まあ、剥離してきて、で中でこれこちら側はその両前面がみんな赤茶色に変わってます。乳児成分を使うことによって配管を、まあ、表面について詰まらせてしまうような成分を、まあ、結果的に除去しているという結果になっているんだと思います。で配管の中も通常だと多分赤サビがあってもおかしくないと思うんですけども、表層は全部黒っぽく変化してて、多分電子の移動等が起きている可能性があるんだろうと思います。配管の中が、まあ、少しきれいな状況にな結果的になっているというふうに考えられます。それでこれは詰まったらまたダメだなと思って、一生懸命毎日のように、あるいは1日おきぐらいに一生懸命こう書き出したんですよ。ボイラー の, なんていうか調子がだんだん良くなってきた、まあ、結局ダメだったボイラーっていうのはこういうものが詰まって水がもう入らなくなったという状況だろうと、まあ、私なりにそう思ってるんですけれども、おかげで UG 成分を入れてからどん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 その中に詰まっていたスケールというんですかね、そういうものが出てきて、するとボイラー の, 効率が良くなって、まあ、15年16年持っているという状況ですね。 UG 成分のおかげでこういう変化が出たということなんですよね。